自家頂城は戦国時代に佐賀県神崎市に存在した日本の城。中世にこの地方で独自に発展を遂げた天平地上の典型である。佐賀平野のジョーバルガーウガンに設けられ、現在の神崎市に位置する。周囲を観光に囲まれていた。追記は稲塚家久が栄少年館に行ったとされる。城跡は現在自家町観光集落。 クリーク公園として整備、公開されている。自家庁場跡は、南流する城原川と国道二百六十四号が交わる、自家鳥橋の南西二百メートルの右岸にある平城で、規模は東西三百三十メートル、南北三百三十メートルである。弥生時代、有明海岸が交代した頃からこの地に、人々が定住を始め、中世にはほぼ現在に近い形の集落が、 形成された。はじめは小規模だったが、16世紀に犬塚氏の支配下に入ってから徐々に要塞的な看護集落として発展を遂げていったと考えられている。江戸時代に編纂された歴史書や軍記物に城の遠隔が書かれている。追記は犬塚家庭の四男絵久で栄昇年間とされる。二代目城主犬塚屋清は、 大友総林の命により、筑後の諸将と共に筑前侍島の筑紫おもんみを攻めた敗走し、家清とその嫡男直家は奉満だけで戦死した。三代目、城主犬塚鎮下は、西、犬塚の所領を相続して、鎌田工場に居住し、大友方として、竜造寺氏と退治した。元気元年、大友新政を首相とした三万の軍勢が、佐賀城を攻めたが、 龍造寺氏の家臣鍋島直重の奇襲戦法、今山の戦いにより大敗した。翌年の春、佐賀城の龍造寺高信は、鎌田工場を攻め、鎮火はこれに敗れて、筑後に落ち延び、自家町城に戻ることはなかった。自家町城の周囲に発生していた城下町に相当する集落は、城石を取り込んで看護集落の豪村として、継続し、 江戸時代を通して現在まで残っている。自家長城は、先村城、姉川城と同様に、佐賀平の特有の堀を防御船として利用している。現在、クリーク内の各島島の竹藪となっているところは、防御のための土塁が設けられていたと考えられている。自家長城は、この地方で独自に発達を遂げた、中世の底平地上間の典型であり、 三木を主な文化財として保護されている。ありがとうございます。